スーペルコパデ・エスパーニャは、コパデルレーの優勝、準優勝チームと、その2チームを除いた、ラリーガの上位2チームが、トーナメント方式で戦うスペインのスーパーカップ。例年、リーガ・エスパニョーラの開幕前に開催され、リーガ・エスパニョーラとコパデルレーの優勝チームが、ホームアウェー方式で対戦していたが、2019年大会から1月に、サウジアラビアで開催され、 リーガとコパのそれぞれ上位2チーム、計4チームのトーナメント方式に変更された。1940年から1953年にも、リーグ王者とカップ王者が戦う、非公式大会が行われていた。コパでカンペオネスでエスパーニャ、コパでオロアルヘンティーナ、コパ、エヴァドゥアルテと名を変えてゆき、1982年に、現行の名称で公式戦へ変更された。 ラスーパーコパデースパーニャ2019世ディスピューターラアントレクアトロエキポ besoccer.com テンプレートサイトウェブの呼び出しエラー引数アクセスデートは必須ですありがとうございます